荒海山は、福島県南会津郡南会津町と栃木県日光市の境界に位置する標高1581メートルの山である。二等三角点、太郎岳は、山頂の東北東約90メートルに位置するピーク、東方にある。福島県側では、荒海山、栃木県側では、太郎岳と呼ばれる。江戸時代の文献、新編会津風土記では、 アラガイ学と表記されている。日本三百名山に選定されている。福島県と栃木県両県の境界を隠する大尺山地の東側に位置する。日本海側と太平洋側を分ける中央分水嶺上に位置し、南側は太平洋に注ぐトネ川、支流木川水系の支流群、北東側は日本海に注ぐ阿賀川。 北西側は阿賀川支流の稲川の支流群のそれぞれの源流部となっている。山頂部は緩やかな三角水上を成しており、山頂の南西約800メートルには、二郎岳とも呼ばれる1560メートルの峰がある。山頂の東側は、古生代に形成された砂岩と年板岩の五層からなり、西側は河口岩が露出している。 福島県側山陸には8走行山跡があり、銅、亜鉛、鉛、硫化鉄を算出していた。一般登山道は福島県側から付けられており、福島県側から登られることが多い。国道352号を国道121号からの分岐点より 4.2km でさらに林道へ分岐し、8走行山跡前の駐車場まで 4.2km 進む。 藍津鉄道藍津高原小尾瀬口駅からは駐車場まで 5.5km である。駐車場から川沿いの旧鉱山の最高用だった道路を30分ほど歩き赤テープを目印に川を渡り急な沢を登ると40分ほどで尾根に出る。そこから展望の効かない尾根道をアップダウンし山頂直下の急坂を登りきれば1時間50分ほどで山頂に着く。山頂から 東方の三角点までは、多少のやぶこぎを要する。山頂付近及び、尾根道は、春から初夏にかけて、少女馬釜、岩鏡、あずましゃくなげ、山車が咲く。山頂は三百六十度の眺望が効き、南東に、高原山、東に、大錆山、小川岳、那須連峰、北に七が、竹、北西に浅草岳、西に、藍津駒ヶ岳、日内岳、田代山、 会釈さん、南西に、日光白根さん、南大さん、女法山が見渡せる。ありがとうございます。